今から未来に話そうかな、どうやってこの感じ伝えようかな、少し長くかかるかもなってもね、頑張ってみるよ。神様もきっとびっくり、人ってお前みたいにできてない、この世紀最大の特性に、未来にお前は美しい、そんな前の一つなんとかじゃない、心と心くっつきそうなこと、近くにいたら立つと思いと思いがちぼけな時間なんてもの、先週ではこんな